どうもどうも、俺たちの時間のアッキーです。みんな久々だね。今回はですね、シャドーバース全部みんな企画中間発表ということで報告していきたいんですが、まあね、まあほぼほぼ揃ってるのよ。大体あとなんだっけな、あとワードルブレーダーとアルビダの号令のパイレーツぐらい、うん、来てないなっていう感じなんだけど、まあというかね、まあ、この企画の大ファンなのか、まあ、ただただ採用されたいのかちょっとよくわかんないけど、あの一人一人がね、すっげー量送ってくれんのよ、マジで。だいたい一人平均3つぐらい送ってくれんのね。3キャラね、3つのキャラ送ってくれんだけど、まあ多い人でもうほぼ20キャラとか送ってくれる人もいるんだけど、いや嬉しいんだよ、めっちゃこっちとしては。まあこんなね企画にね、マジになって参加してくれるのは本当にありがたいと思ってんだよ。まあ、あとそれにね、聞いててクスクスとかね、笑ってるからね、俺ね。でもさ、やっぱ俺としてはね、もうちょいバリエーションが欲しいんだよね。なんか今まで送ってくれた人とかが、微妙とか、そういうんじゃなくて全然ね。いや、みんな本当にめっちゃいいんだけど、でもさ、もうちょいみんなのいろんな声が聞きたいわけよ。なんかバリエーション、なんかその人がいろんなことを考えるじゃなくて、ほらやっぱなんか一人一人考え方が違うわけじゃん。だからそういうなんかいろんな人の、ああこういう風に読むんだみたいなのを聞いてみたいんだよね。ほらなんか例えばさ、男の子がめっちゃ萌え声でめっちゃくちゃ可愛い声でもう送ってきてくれたら、例えばアルカードとかね、めっちゃ可愛い声で送ってきたら面白いじゃん。とか、あと男の子が、あ違う、女の子がさ、なんていうの、めっちゃ男の声で裁きの悪魔とか忍者 X とか送ってくれても、まあめっちゃかっこいいと思うんだよね。まあだから、まああとどんぐらいだろう、10日ぐらいかな、あと1月いっぱいだからの間に、ほらまだ参加迷ってるとか、なんかちょっとまだ恥ずかしいんですとか、あとなんていうの、友達にやらせたら絶対面白いやついるんだよなとか、そういうのあったらね、ちょっとどしどし送ってほしいんだわ。もうちょいちょっと欲しい、もう一声欲しいんだわ、みんな頼む。いやまたさ、ベスト CV 賞とかさやるからさ、てか言ったよね、ベスト CV 賞選ぶよって。そしたらまたなんか Google カードとか iTunes カードあげるからさ、で頼むみんな、お願いしますね。まあこっちとしてはさ、まあ最近放送とかさ動画とかさあんまりやれてないんだけど、まあこういう企画はきっちりやっていきたいなって思ってるんで、みんな頼ます、よろしくお願いします。